こんにちは、タイムオフです。ジムニー用軽トレーラーが大改造とトラブルで1年近くドック入りしましたが、ついに復活してカプセルホテル付きジムニーとなりましたのでご紹介したいと思います。はじめに改造前のビフォーを簡単にご紹介します。ジムニーは最も運転が楽しい車の1台なんですが、これに車中泊の機能をプラスするために私は軽トレーラーを選択しました。走っている時はヘッド車で楽しく、止まっている時はトレーラーで快適にというコンセプトです。トレーラーは軽トラックの荷台の上に軽量なアルミフレームでワンフック製作しました。外側は開放感と通風およびオーニングを兼ねて三方開きとしました。おかげで暑い時は熱気を一気に抜くことができます。乗り降りはこのアルミステップを煽りにかけて行います。中に座るとこんな感じになります。三方の開放感は半端ないです。このローソファーは優れものでして、5段階調節でフルフラットにしたり、ソファータイプにしたり、座椅子にすることができます。これがベッドの状態で、2つ並べるとちょうど全面を覆います。そしてこれぐらいの角度で戻すとソファーモードです。最後部には DIY でギャレーとコンロもつけました。リアの煽りを開けるとちょっとしたカウンターにもなります。冷蔵庫の上にはテーブルと収納棚も作りました。こうして約2年間使用しました。その間にはフィールドスタイル展に展示をしていただいたり、有名 YouTuber さんに取材をしていただいたりもしました。でもそうしているうちにだんだんデメリットも見えるようになってきました。私はキャンピングカー歴が長いので全て詰め込んでしまいましたが、このサイズならもっと目的を絞るべきでした。このステップによる出入りはやはり面倒で、車内の収納場所にも困りました。ボディは軽量でも中身を詰め込んだせいで、坂道などではまだ重さを感じます。これも何とかしたい点です。まず用途を絞ることを考えました。車内料理も楽しみましたが、やはり準備や後片付けが大変です。ジムニーではそれは求められるものではないですよね。日本にはリーズナブルに楽しめるレストランやお惣菜、お弁当がたくさんあります。用途は快適に眠ることに絞ることにしました。この点で感銘を受けたのが、旅の途中で出会ったこのバイクです。眠ることに特化したことによってどこでも行けるようになったとのことです。検索すると海外のバイカーには多いようです。そこで私が目標にしたのがカプセルホテルです。どうですか、この秘密基地感たまりませんよね。軽トレーラーにもぴったり合うサイズ感だと思いました。次にこだわったのがベッドです。ニトリには何度も足を運びました。無重力ポジションというのがあって、
頭と足を心臓よりもやや高い位置にすることによって宙に浮いたような快適さが得られるそうです。これしかないと思いました。いよいよピットに持ち込んで改造開始です。まず左右の煽りを外すことにしました。これで約20キロぐらいの軽量化になります。煽りを外した後には補強のために太いアルミの柱を入れます。煽りの代わりになるアルミ枠を溶接で作ってもらいます。アルミ枠の途中に樹脂ヒンジを使ってドアを作ります。これで乗り降りも改善されます。このようにして完成した両サイドです。これが右側、そして左側です。あとは両面テープでアルミ複合板のパネルを貼って完成となりました。部品を満載に積んで約200キロ走行して帰宅したんですが、車が左に傾いていることに気がつきました。下を覗くと、なんとサスペンションが根元から折れて本来の位置から外れてしまっています。帰宅当日に入院となりました。同じサスペンションを海外も含めて数ヶ月探しましたが見つかりませんでした。そこで板バネとアブソーバー方式に変更することにしました。この商品がなんとかスペック的に合いそうです。重量増加が心配でしたが8キロほどでなんとかなりそうです。そしてここでまた数ヶ月かかりましたが、シャックル類も全部作り直してサスペンション一式の総入れ替えが完成しました。内装はこれからですが、機能的にはイメージ通りです。それでは細部を紹介していきましょう。外観は大きく変わりませんが、側面の煽りがなくなっています。三方開きの構造はこれまで通りです。開放感と通風はこれまで通り維持されています。サイドにはドアがあって、もうステップなしで乗り込むことができます。よいしょ。ベッドに座っている姿勢です。では電動ベッドを動かしてみましょう。電源は小さなポータブル電源で十分です。音もなくだんだん上がってきます。4倍速です。実際に座って動かしてみます。おーおーおー、上がってくる。これでほとんどソファー状態ですね。ベッドテーブルも用意しましたよ。タブレットとカップホルダー付きです。もっと上げると座椅子モードですね。これでちょっとした食事もできそうです。これは超快適ですね。内装をもっとカプセルホテル的に DIY していきたいなと思っています。これでまたジムニーの旅が楽しくなりそうです。ではまた次回のタイムオフで。